前の痛みも苦しみも全部俺が肩代わりできたらいいのに。それは困るかも。デートとか行けなくなっちゃうじゃん。あったり。悠々自適に男湯を独占してる菅野様でーす。最高。血行促進とか傷の跡とかにもよく効くって立て看板にも書いてある。男女で温泉の効能が違うんだ。どうせならそっちの温泉も入ってみたいな。混浴入りたい？だよな。俺も他の男にお前の体見せたくない。ちょっと確かめさせて。あ、ほんとだ。すごいもちもちしてる。ふっふん、俺の美肌ぶりに驚くなよ。お前よりスベスベになったかも。さっき入った温泉の素が売ってる。男湯と女湯、それから混浴にしかない温泉の素もあるって。賛成。それから自分たちで使うようもな。これがあれば自分たちの家でいつでも混浴温泉を堪能できるし。買わないでおく。素直じゃないな。
さんまたいなくなったの？もう、すぐどっか行っちゃうんだよね、あの人。はぁ、今日も一日お疲れ。夜ご飯は何かな？はぁ、今日も一日お疲れ。夜ご飯は何かな？もう、つかささん、そうやって誰かで構わず敵対するのやめてくださいよ。創生さんは目つき悪いだけだから、怖がらなくても大丈夫。お前って俺のことどう思ってる？ああ。